これからのサッカーはさらにさらにスピードが上がるだろうというふうに考えております。この技術の速さ、チームの攻守にわたるスピード速さ、それからこの判断力、こういうものをもっとたくさんのものが要素があると思いますが、全てにわたってもっともっとスピードを追求していかなくてはいけないんじゃないだろうかと思います。さて、そのスピードを追求した2011年、私どものトレーニングプレス&アタックというキーワードを作りまして、日々取り組んでおります。さらに実戦を想定して、練習のスピードということも加えまして、取り組んでおります。ご参考になれば幸いでございます。